ミニッツレーサー RW シリーズ、マツダのご紹介です。長らく品切れておりました、商品で、マツダ 787B、のモデルが再入荷いたしましたのでご紹介いたします。セット内容はこのようになってます。ほぼミニカーと同じくらいのクオリティになってます。とても走らせるモデルとは思えないくらいの出来栄えになってます。実際これのボディのセットをミニカー代わりに購入する方もかなり多いです。走らせてぶつけてしまうのはとてももったいないような感じがしますね。ヘッドライトの周りとかこの辺の変感じですね。プラモデル以上ミニカー以上のものもあります。サイドのステップもちゃんと綺麗に再現されてますんで、この辺はすごいですね。やっぱり、ラジコンの会社ですけれども、スケールのプラモデルの会社にも全然劣らないくらいの出来栄えです。これが走行モデルとはちょっと思えないくらいのモデルで、光沢も非常にあって、貴重なモデルで、初めて日本車でルマンに優勝した、モデルそのものですからね、一番記念すべきもので、未だに人気がすごくあるタイプです。でセットの内容には車体の他に、2.4 のプロポですね。これはこのところに単4電池4本を使います。これは別売りになります。電波出すだけですね、省エネであまりそれは減りません。で本体とこちらと、あとは、細かいパーツのプラスチックのパイプですけれども、ピニオンギア比を変えたりとかする、付属のパーツと、あと基本的にインドアですから、こういうパイロンで、室内でちゃんと練習できるようなものをついてます。で車体の方に単4電池を4本アルカリ電池を4本使ってやると1時間のレーススピードでできますので、充電の手間とかなくてもふっともう一回ついた時にすぐイコールコンディションで複数でも遊ぶこともできますので、その点はミニッツレーサーは20年間の歴史の積み重ねがありますので、間口がすごく、広くってやりやすくなります。もちろん一度買っておしまいじゃなくって、多数のオプションパーツなんかも用意されてますので、さらにチューニングすることもできます。仲間内でルールを決めて、スピードを競うこともできますし、ご自分でいろいろ車体をいじって、インドアで遊んでる方も非常に多いものですね。寒い時とか雨の降る時とか専門でやってる方も多いんですね。あとおすすめのオプションとしては、単4電池だけですと不経済なもんですから、車体につける入れる電池ができればこちらの、強小のブランドの単4のニッケル水素充電式のタイプですね。でこちらの方は他のモデルと違って4本使うことを前提にしてますので、メーカーの方で整えて4本のレベルを合わせてありますので非常に性能が高いタイプです。これはミーツの公式のレースから、練習にも全部使えるようになってますので、乾電池では物足りないスピードとかもこれで大幅アップになりますので、合わせてこれを充電するときにはこういう、これはハイテックですけれども、例えば4本いっぺんに、あとバラバラでもできますけれども、一番注目点がこちらの数字が出るようになってますので、バッテリーのいい悪いがすごくはっきりして、で活性化して充電することができる優れものですので、これが特におすすめでもあります。ミニッツレーサーの単4電池だけじゃなくて単3のタイプもできますので、大人のミニ四駆をやっている方にも非常に好評でよく売れている充電器です、ね、完成品でミーツのタイプはこちらの方で、ボディの方のすごい細かいクオリティとか、こちらも現物を見てもらうとすごく分かりますけれども、とても走行モデルとはパッと見て思えないくらいのディスプレイになってますんで、こちらの方は時々しか作りませんので、ぜひ走らせるときに通常のタイプと違ってタイヤとかリアシャフトの長さが違うもんですから、CカーはCカーのシャーシになりますんで、セカンドカーにも1台加えてみてはいかがでしょうか。ぜひおすすめです。